ビリッチャー向きでしょうね。まだ最近ですのでね、諦めないんですけど、バタフキューが、はい、まっすぐ速い割にね、ということはカーブにかなり自信を持ってるでしょうね。そしてコントロールが非常にいいですね。そうですね。この前の横浜でも打者4人に対して、打たれたあの以外のボールの数は 1,2,3,4,5,6 球ですか。すべてが低め低めいいところに持ってきています。さあこれで落としたか。右は1、2塁間ヒット。この羽根がホームランでもありますと一気に同点、それと上位に回りますからね。そうなんですね、はい。49、2人目大分、そして阿波の石毛が8回に登板、締めくくりはこの西山です。まっすぐ、意外とこう、なんていうんですか、アーム式投げますんでね、球スイープが見えやすい方なんですよね。見えやすいですか、それを速さでカバーしてるというところですね。この種田にはまっすぐで攻めます。インコースボール、ホームラン2本の3打数3安打種田。ヒットにするっていうのは難しいですからね。まっすぐできます。詰まった右へ、打球はファールグラウンドからも苦しい立ち上がりでしたが、ベイスターズ戦3連勝は4勝4敗という後半、一方ドラゴンズの方も4勝4敗です。大きいカーブが外れました。さあ9球目、ラストボールはまっすぐ、ファウル。周りに粘る種田は第1打席13球目を打ってホームラン、この打席10球目ボール外れました。ランナー2人、このクリーンアップ回ってきたでしょ、はい、まだまだこれ分かりませんよね。そうですね、ドラゴンズもすごく粘っこくなりましたからね。そうなんです、しぶとくなりましたからね。今日4打数2安打ツーベースを打っている立浪、第9、さあ、ピッチャーゴロ、ファーストへ送ります、しかし、ここで山崎にヒットでも出れば一挙に同点という場面になりました。ただ山崎の成長というものをですね、はい、この島の代行が考えて、はい、4番ですね、これは。そういうチャンスで経験するということで、4番に置いてるんでしょうけどね。小川さん、はい、今井さん、ここで先頭というセリーグ上位陣の戦い。さあ西山、第1球はボール、バッターは井村、好打者井村を迎えています。これまでランナーが出ますとまだまだ本当に分かりませんね、一番この速いボールでも対応できる好打者ですからね、井村の場合は。彼が失礼するかしないかではかなり違いますよ。高い打球はショートへ、ツーアウト。
昨日西山がですから、なんか気圧というものは横浜の時よりは抑えてるような感じなんですよね。そうですか、球速はあったんですけども、うん、そのあたりがね、ちょっと気になりましたけどね。以上、西山。でも意外にあのカーブがいいですよね。まっすぐばかりです。さあ、ショートへ、ファーストアウト、ジャイアンツ5連勝。締めは西山、宮本、惜しくも完封は、完投は逸しましたが。